株式会社ラックとっていうサイバーセキュリティの会社で、えー、ビジネスプランニング、えー、事業推進を担当しています。サイバーセキュリティサービスとは、えー、ハッカーから情報資産を守る仕事です。コンピュータサイエンスはこれからの情報社会にとってとても重要な学問になると思っています。えー、コンピュータサイエンスの ナれッジがあることで、すごく選択肢が広がるんではないかなと思っています。これからの世の中を生き抜く女性にとってとても大事になるのは、自分の可能性を決めつけないこと、いろんな選択肢があるっていうのを知っていることだと思っています。なので、自分にはこれしかないとか、決めつけずにいろんなことにチャレンジしてほしいなと思います。